ウィーン大学天文台ウィーン大学天文台の68センチメートル屈折望遠鏡ウィーン天文台はウィーン大学の天文施設でターックスの丘にある。ウィーン大学で天文学が教えられたのは14世紀に遡ることができる。1365年のウィーン大学の設立後も 内戦3 9 1年から1882年まで天空と地上に関する講義は行われてきた。15世紀には、グムンデンのヨハネス、ゲオルグ・プール・バッハ、レギオ・モンタヌスなどの天文学者がいた。18世紀の初めに、オーストリアの死刑長官を務めたヨハン・ヤコブ・マリノニが、ウィーンの自宅に観測塔を建てたのに影響を受けて1733年には、イエズ・ス会が、 観測所の屋根に塔を建てた。マリア・テレジアの災害を得て大学に天文台が建設されることになり、現在はオーストリア科学アカデミーの本部になっている大学の建物の会場に設けられ、1756年に使用が始められた。初代の天文台長には35歳のイエズス会士、マクシミリアン・ヘルが任命された。ヘルの指導の下で、ウィーン天文台は、 国際的に評価を高めた。ヘルは37巻に及ぶ著書 F アメリです。アストローナミッキーアドマリリューナムビンドーボンアンサムを出版した。金星の日表通貨を1761年に、ウィーン天文台で1769年には、ノルウェーのバードで観測し、太陽までの距離を1億4960万 km で、あると計算した。天文観測の他に、 井戸の基準の点となり、正確な時刻の計測を行い、気象観測も行った。天文台の場所は、ウィーンの中心地にあったので、観測に不適当であるので、1800年頃には、所長を務めた、ヨハン・フォン・リトローによって、新しい天文台の建設が提案されたが、承認されず、1825年に、既存の施設の改修が行われた。 1825年から使われていた望遠鏡はフラウン・フォーハーの製作した15センチメートルの後継のものであった。1842年に父親の後を継いで天文台長となったダカール・フォン・リトローモ新天文台の建設計画を進め、ターックスヒルの5.5ヘクタールの土地に1874年から1879年をかけて新しい天文台が建設された。 101メートルと74メートルの十字形状の建物で中央に14メートルの観測ドームと十字の橋により小さいドームが設けられた。1877年日本リトローは没して新天文台の完成を見ることはなかった。1869年からウィーン大学の教授、エトムントバイスが天文台長になり、ヨハン・パリサを雇い。 パリサは1881年から1923年の間に122個の小惑星を発見し、70の星雲を発見した。それらの星雲の大部分は銀河であることが確認された。パリサの仕事は1890年から1892年にルドルフスピテーラーによってより大きい望遠鏡で引き継がれ、 1992年にスピテーラーは周期彗星 113P、スピトラーを発見した。その後大腸をキャザミール・グラフ、ブルーのセリング、キャザミール・グラフ、ジョゼフ・ホップマン、ジョゼフ・モヤスらが務めた。20世紀に入ると天文学の主流は望遠鏡による観測から天体物理学に移り、またウィーンの公害によって1969年に レオポルド・フィグル観測所が設けられた。ありがとうございます。